はい、ダンプの転生してるウェザーミックです。すいません、眩しくて。ちょっと待って、サングラスしていいですか。サングラス、はい、やっほー、ダンプの転生してるウェザーミックです。よろしくお願いします。今日は、はい、私の夏休み Vlog ということでですね、はい、夏休み Vlog 撮っていきたいんですけど、今新島っていうところに来てます。だけど眩しくて全然撮れてなくて、昨日撮ったんだけど、実は今日2日目なんですね。なんですけど、ちょっとずつ夏休み Vlog 更新していきたいと思います。新島の海見たことない人いると思うんですけど、今日はちょっと見せていけたらいいなと思いつつ、あとは何だろう、友達とかと来てるんで、友達の様子とか本当にプライベート見せられたらいいなって思います。それではどうぞ。こんな感じでね、すごい青いんですね、晴天で。海も本当、奥の方とかめっちゃ綺麗なんです。そう、しかも人もこんな少ないの、8月なのに。めっちゃ穴場です。私も海で遊んでいきたいと思います。行ってきます。ふまりです。ふまりです。私の TikTok とかの後ろに出てるのこの人です。もうよれてます。ほとんどもう化粧取れてるよね。化粧取れてるんです。でしかもほとんど人がいないんで、貸し切りな感じです。バイバイ。まだお昼なんで、ちょっと時間あるんですけど、多分夕方ぐらいまでいると思います。めっちゃ天気もね、ずっと相変わらずいいんで、あれです、すごい、サングラスないとマジで見えないんですけど、ちょっと今から潜ろうかなって思います。よし、水着はこうアリシアスタンっていう水着です。てかさ、手回りさ、浮き輪したまんまさ、ね、浮き輪取ればいいの、あ、楽なの、楽、肘かけられてるでしょ、やめて、見てほしいんだけど。でもちょっと休憩。そうです、ね、海から上がって、で今から夕日見ます。これもシーンの帽子です。こんな感じ。てかさ、ハプニングが起きたのね。何のハプニングって感じだと思うんだけど、なんか三脚壊れちゃったの、私も。なんかまた買ったばっかなのに三脚壊れて、でプラス手まりにね、三脚借りたんだよ。そしたらその三脚も壊して、あと充電器の線みたいなやつも壊して、いや私マジで充電できなくて本当困ってて、マジやばいんだけどみたいな状態なの。だけど明日帰るからいっかと思って。でも私ってさ、いつもなんかあるよね、最悪。こんな感じです。三脚壊しちゃったからさ、自撮り撮んなきゃいけないんよ私。充電切るそうなんで、私は決まりとかを置いて、友達、あともう一人ね、友達も一人いるんですけど、友達と決まりを置いて帰りたいと思います。二人はまだそれぞれで楽しんでるので、私は早く帰って寝たいと思います。やっぱね、夏休みの醍醐味はゆっくりするのも大事ですから、っていうことでね、やっぱ前髪。ねえ、先帰るからバイバイ。バイバイ。ちょっと楽しめよ。で、てか待って、今出たんだけど、今出た、やばくない？本当に今日の一日は一言で言うならば、そうだな、なんだろう、本当ハプニング続きだったんですけど、まあ、これから帰って、お風呂入って、明日帰りなので、ちょっと今日は、たっ
ぷりお風呂に浸かってゆっくりしたいと思います。民宿はなんか本当に海から近いとこ でお母さんがすごい親切にしてくれてめちゃめちゃいい民宿に泊まれたので、またにじま来るときはそこ行きたいと思います。それでは皆さんご視聴いただきありがとうございます。めっちゃ疲れたんで帰りたいと思います。それでは明日もお仕事ご安全に。帰ってる途中に出てきました。びっくりなんですけど、あれが夕日じゃなかったんだ。